はい、どうも皆さん、こんばんは、ふがくんです。さあ、本日もラジオやっていきたいと思います。先週、ラジオお休みしちゃったんですけども、まあ、先週はね、旅行に行っちゃってて、録音することができなくて、ちょっとね、投稿することができなかったんですけども、今週からまたね、ちゃんとやっていこうかなと思ってます。でですね、この間の旅行が終わった後らへんから僕ね、ダイエットをねし始めまして、まあちょっとラーメンとかハンバーガーとか食べまくってて太ってきちゃったのでね、ダイエットしようっていう思ったんですけど、やっぱりね、ダイエットってね、なかなかね続かないものなんですよ。まあね、人間のこう三大欲求って言われてる食欲、睡眠欲、性欲、この中のね食欲を抑えるのでね、まあ結構ね辛くなるものなんですけども、まあなんとか時間かけてね、2、3ヶ月くらいかけて、夏までにね、なんとかこう引き締まったボディをね手に入れようかなって思ってるんですけども、実際どこまで痩せればいいかっていうのが難しいんだよね。まあ完全に自己満足だから、ダイエットって、そう、別に自分がこれでいいやって思えば別にね、やめてもいいものだから、まあ、僕の理想としてはね、ちょっとちょい細マッチョみたいな、わかるかな、こうなんだろう、すごい筋肉盛り上がってるみたいな感じの細マッチョじゃなくて、こう、あ、うっすら筋肉ついてるの見えるなみたいな、そんな感じのね細マッチョがねいいなって思ってるんですけど、ちょっとねアンケート取ってみて、どんな感じの体型がベストなのかっていうのをね聞いて、それでちょっと体型をね決めていこうかなと、目指す体型を決めていこうかなと思ってます。ぜひね、ちょっとご意見を聞かせてもらいたいなと思います。さすがにさ、血管とか浮き出てる人いるじゃん、筋肉なんかすごくて、あれ見るとね、うわーって感じなんだよね。ボディービルダー目指してるんですかっていう感じになるじゃん。さすがにそこまでムキムキになりたくないんだよね。かといってブヨブヨも嫌だしっていう、そういう感じで思ってるので、とりあえずね、筋トレと食事制限をね頑張っていこうと思ってます。まあダイエットするっていう報告かな。まあこうやってね、こうダイエットするって公言しておけば、なかなかねサボることができなくなるんじゃないかみたいな、そうそういうのもあるので、とりあえずダイエットしてますっていうのをね伝えておこうかなと思いましたってことで、今回はねこんな感じで終わります。ということで、ふかくんでした。バイバイ。